っとこれは今日食べてもらおうと思います。はい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 。おお、うまい。うまいね。めちゃくちゃこれうまいよ。めっちゃうまい。焼き鳥 and craft beer。好きな。そう。うん。シャンパンと同じ作りをしているので、そういう音がします。こういうしてよろしいですか？同じぐらいの量で。はい。大丈夫ですか？飲みますか？ちょっとだけしたいって。はい。乾杯しましょう。はい。しましょう。ありがとうございます。楽しみにします。楽しみです。はい。乾杯。乾杯。あ、いいね。あ、美味しいこれ。あ、すいません。はい。こちらがわさび焼きですね。海地シャモの胸肉ですね。海地シャモの胸ですね。シャモの胸肉は。焼き鳥 in Japan。 in Japan。 in Japan だよ。美味しい。え、これで Belgian beer。 焼き鳥は何年ぐらいですか？僕は5年半ぐらい。はい。炭は何の炭？炭は大分の備長炭使ってますね。キシンじゃないんですけど、はい、はい、大分の本店も一緒の住み方です。本当は機種とか使いたいんですけど、うん、ちょっと高くなってて、はいはい、なかなか自分は機種の方が強いですよね。強くて長く持ちますので、これの方がちょっと弱い、はいはい。まあ、強さは一緒なんですけど持ちがちょっと弱いです。あ、アジアン製のやつに比べたらどんな感じですか？アジアン製に比べたらいいです。丸ハツですね。ハツ、ハツ、鳥の心臓ですね。山わさびです。コースタリッシュ。わー、わー、山わさび、ホースラディッシュ。これも同じ鳥のハツですか？それはちょっと銘柄で大山っていう鳥です。大山。大山鳥。シャムのハツだと硬すぎるんで、しっかりされて、あそれが乗りすぎる。それぐらいしかわかる。海地シャモの
うん、シャモってこれなんだよ。まだまだ、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 卵と肉どうしよう。ちなみに、あの、ちょうちんのこの下についてる部分はどの部分ですか？初元です。全部初元。全部初元。はい。オーバリーズ。一口でくるじゃん。すごい。いや、ハーフすごいだから。これ全部言ったらフルすごいだったよ。これ店はデュベルのフック。泡も美味しい、はい、ビールで、はい。デュベルのちょっと特別版ですね。シトラっていう。香りも華やか。すごい。店から来て、その2週間ぐらい冷蔵庫に置いといても。はい。え、その油乗った今乗っけたすごいやつは何なんですか？これはあの砂下って言ってホルモン、セミとかも言うんですけど、鳥全部鳥の中身。そうですね。おー、砂下の中身でちょっと希少部位で。初めて。え、もう一回なんて言うんですかそれは？砂下、砂肝の下。おー、すごい油が。それはタレでいくんですか？それ塩。これは今日食べてもらおうと。はい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 。いやもう何でもレアなやつ出してください。せっかくなんで。カラスミのりだき身。カラスミのりだき身ですね。鶏のささみを地鶏の皮で巻いたものにカラスミを。砂肝の下。繊維とか言われてるね、白いさんもある。ホルモンとかに近い。ああ。ちょっと初っぽいよ。初っぽい。内臓の。It's like parts, but a little bit。ちょっと焼肉みたいだね。グラナ、はいはい、あとは桃ですね。グラナ大好き。次のボトルお願いします。おすすめ、はい、俺もね、グラナ大好きなんだよ。なんかすごいミルキーさ。そう、結構塩が強い感じの。初めて。はい、これもいい感じですね。タレじゃなくて、もう塩、塩強めの、はい。カチョカバロとモッツァレラチーズをミックスさせたものですね。チーズ固まっちゃうよ。なんか焼き鳥の上にチーズとかじゃなくても、チーズはチーズだけで焼いて出した方がいいかも。それは四角いチーズがたくさんあってが溶けてこういって。ちょっとになったんですね。あ、これをブロンコ刺してます、ね、これ2つともベルギービールで、はい、地名、はい、あ、地名ちょっと面白くて、デュシャンデブルゴーニュ。そっち行きます。ああ、デュシャンデ、それは一緒ですよ。ブルゴーニュ、はい、せー、はい、ありがとうございます。美味しいです。
これがあの地鶏のぼんじり、ちょっとすく小さいんですけど、ごめんなさい、はい、シャムのぼんじりですね。ぼんじりこれはやっぱり一口ですよね。一口で。カレー？クミン。カレー。カレーパウダー。うん。ポンチの油と合うんで。カレーパウダー。けどよくよく考えるともう一関係ない。そう、全然意味わかんない。一応ジューシーな部位です。それです。これはスダチ、スダチ。絞ったお召し上がり。はい。あとつくねが出て、はい、一応どうかなっていう感じ。すごいね。はあ。しかも、しかも、そう、すごい。なんか倍。しかも。はいはいはい。すみません、軟骨って何が入ってるんですか。軟骨じゃない。つくね。はい、テイク3。テイク3行くよ。テイク3、はい。あのつくねって何が入ってるんですか。鶏のもも肉と、鶏の首肉ですね。あとは、軟骨と鴨油が入ってます。おお。分かった。覚えました。するんだよ。一個。え、卵一個したい。そう。鶏がマンゴー食べて育てる。ああ。マンゴーの。一体道端に普通に屋台がある。屋台マンゴーで。これ果てしない。他のマンゴーでも。このつくねは国吉本店と同じですか。よかったら国吉来てください。行きたいです、はい。イエーイ。じゃあこちらでコースがいただきます。はい。はい、すみません。めっちゃうまい。つくね。あとじゃあレバーお願いします。はい、お願いします。はい、これね、うん、はい、カルレッジ、結構人気なんですね、大山は。大山はそうですね、大山レバー。あ、白レバー。白レバー。おお。さあ。この日立のエール、うん、今日もありがとうございました。はい、いや、こちらこそ楽しかったです。楽しかったです。はい、はい、うわー、うわー、痩せててよかったんです。痩せててよかった。いやー、いやー、でも暑いね。暑いよ。暑い。これがまあ、これだったらもっとビールあげなければよかった。もっとあげないとかって。暑いよ。大変。It's really hot. This is really hot. The beach hotel is really really hot. タレは？これ何年ぐらいの？これ14年ぐらいのタレで。でこれがまあバター。バター、はい。これがバルサミコ醤油。バルサミコ。これチーズ、鶏の油。これのチキンのオイル。でこれが普通の醤油、醤油、醤油ソース。でこれが燻製醤油っていう、ハツに乗ってたやつです。こうエイジスター醤油、はい。でまあ、これがレモンの種なんですね。レモン。はい、わあ。今日は特別な塩とか。あ、そうです。奄美の、奄美。高知の塩。奄美大島のね。あのあれだよ。南海焼酎。南海焼酎、奄美。はいはいはい。ありがとうございます。はい、いただきます。はい、いただきました。両手で、はい、両手で。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ホップトゥベール、ホップトゥベール。ありがとうございました。はい、どうも。はい、ホップトゥベール。観光客。観光客。これ、キュータコス。They have pastor.Here in Japan for 6 weeks and eating yakitori almost every day. Make sure to subscribe and follow along this playlist to see more about what makes yakitori in Japan so amazing. Thank you for watching and see you in the next video.